ちょっとね、今ぼーっと見てたらね、ちょっとわーやっちゃったなーっていうのを見つけちゃったんです。あそこにちょっとキラキラしてるのが見えますか？そしてちょっと青っぽいのが見えるね。これうちのアルミシートすっ飛んでってしまいました。これ今から拾ってきます。この木を保護するのに今巻いてたみたいなんですけど、それが風で飛んでっちゃったんですよ。すごい風、強風、半端ないですよ。だって木が倒れてるぐらいだから あれ、軽いものはすっ飛んでってしまいますね。今朝は、奥の方に見えるコーンに私立てかけておいたというか、テープで留めておいた自作の看板ね、あれがね、ごめんなさい、あれちょっと見えますかね、これ、あれがねポロンって落ちてたの で、まあ付け直したんですけども、そう、やばいの、この風強いよ、もうしなるしなる、この木がね。ね、群馬県もものすごい風だったんですけど、空っ風？空っ風日本一みたいなね、上毛かるたで、ありましたね。なんかこう、何のやつだったかな。50音何で書いてあったかわかんない。忘れちゃったけど。空っ風とか、赤城おろしとか言われてて、風ものすごい強くてね、高校時代とかは、この、自転車でね、駅まで行ったり来たりしてましたけど、通学に。進まないっていうね。あと、駅で電車待ってると、自分がすっ飛ばされそうになるようなね、強風が吹いてたんですけど、冬になるとね、それが毎日だったの、群馬は。ただここ山梨県北杜市なんですけども、とにかくね天気がいいんですよ。昼間こうやって晴れてるのね。いや、雨とか曇りってめったになくて、その代わりなんか雪がちらついたりっていうのもあるんですけども、しかしまあかなり天気が良くてね、乾燥もしていて、ですからなんかこうジメジメしてるところが苦手な人、例えば曇りの時に頭が痛くなるとか、あとは、ね、雨だと、こう、ちょっと、古傷が痛むとかっていうことありますよね。そういう方は、よく関東にいる人が、岡山県に移り住むこと多いというか、まあ、岡山県もそう、いつも晴れてるらしくてね、気候も良くって、実際その移り住んだっていう人私は会ってますしね。まあ、岡山県は桃太郎で有名ですね。あとは倉敷でしたっけ、雪景色の時とてもね綺麗そうな感じですけどもね、私も一回行ったんですが、倉敷市にね、有名なところは見ていかなかったっていう、もうあまりのすごい雪でちょっともう動く気なくしたっていう感じなんですけど、まあ、ここもいつも晴れてるがゆえに、ドンと雪が降った時の衝撃っていうか、もうそれはすごく生活しづらい感じがありますけれども。まあ、ただやっぱり気候はいいと思います。それもね、ここ、まあ、越してきてよかったことの一つですね。あと、こんだけね、風がザーザー言ってるときは、少しこう、周りの音ね、飛行機とかの音とかも少しカモフラージュされたりするんで、悪くないですね。ところで、すっ飛んでってしまったやつ飛ばないようにしていきたいと思います。以前も飛んじゃってね、物置にしまったんだけど、もう一個 あったみたい。取ってきます。わあ、そこどこまで、どうやって行こうかな。これ持ってきたアルミのフェンス、どう入っていけるか。
うわこれ人間立ち入り禁止区域みたいになってるよ。どこ歩いてもさ、こうやって枝に引っかかってしまうわ。こっちから来るべきじゃなかったかも。失礼失礼。でもあんなところ、いやだってさ、うわー引っかかってる。まあでもこれ葉っぱが生い茂ってたら余計に向こうに行けなかった。枯れ木だから良かったけど、うわー痛い。どうか、ちょっとカメラが引っかかっちゃうか、カメラが引っかかっちゃうよ。あーちょっとここに置いてと。いや今日だってビニールのさ袋が飛んでたのよ。それやっぱさ、人間がこう燃えないものとか土に帰らないものをこうすっ飛ばすっていうのはやっぱり気分悪いよね。やだよね、こういうの見たくないですね。戻るよ。いやあ痛い。あ、初めて見た。物置の後ろにこれ置いといてあるのはなんか気遣いで見えないところに置いてくれたのかな。あ、よいしょよいしょ。さっき来た道とは違う。道じゃない。もう、ところ、なんと言うからいいの。わだちもなく、ただ、よいしょ。さっきこっから入ってたんだけど、向こうから回ってきちゃいました。さて、ちょっと物置に入れましょう。いや、今ね、ゴミ捨てに行けなくて、半端ないゴミがいっぱいなんですけどね。はあ、いや物置もすごいでしょ、あのゴミの量一時しのぎで置いとかなければなりません。よいしょ。邪魔なんだよね、どこ置こうかな。よし、あ、これ、あ、そう、閉めます。これで飛ばないでしょう。